ハシフル泉、あ、間違えた。いきなりノーモーションだ、ね。勇気が出る番組。ハシフル泉。はい、パーソナリティの星和彦です。泉ひなです。今日は、はい、ファッションコンクールの、はい、どういう風な映像の中で登場するかということを、はい、お話ししていきたいと思います。ファッションコンクールいろいろご紹介してますけど、はい、まあ、売りというかその他と違うなっていうのはいろんな画像を使えて、はい、そこでいろんなところに行けるしどういう人になれるよっていうことなので、じゃあ具体的にどういう風に画像が使えてどういう風に なれるのかっていうことを今日お届けしたいということで、はい、いいですか。はい、はい、ちょっとこれからちょっと画像がここで変わってくるんですけれども、はい、ちょっとこの人間を持ってきまして、これは何ですか。本人としてここからこうランウェイをこう歩いてきてこう出てきますっていう。なるほど、これです。もうちょっと下にしないと色が、はい、白でかぶっちゃって。そうですね、これは五島の映像なんですけれども、はい、長崎の五島列島ですね、はい、だいたいここから5分の時間があります。で、はい、映像は景色だけではなく、もう本当に自分の大切にしている故郷でもいいですし、あとはいろんな方のスナップ写真だったりとか、あともうちょっと前に出した方が、あとこう歩いてくるんですね、こうやって。それで自分の前に出してくる。その写真とか映像とか、あと自分のコメントでもいいです。でこう歩いてきた時に喋ってもいいし歌ってもいいし演奏してもいいし踊ってもいいし、いろんなことをできます。そしてこの画像っていうのが私たちもお作りしていますが、皆さんが自分で作っていただいても構いません。そしてウォーキングレッスンっていうのを今やっているんですが、歩き方もいろんな様々あるんですね。で、私はこの今ご覧いただいている映像は五島列島と、あとこれから山形が出てきて、それから尾瀬が出てきます。私が五島のふるさと大使と山形の親善大使とあと尾瀬の大使やらせていただいてるんですが、そこでこの映像をいただいたんですね。でなぜいただいたかって言いますと、今自粛生活コロナの中で、すごく家の中にいることが多い皆さんですが、なんかもう心は自由にいろんな世界へ飛び立っていけるっていうので、ちょっとクロマキーを使って、そのベッドがですね、いろんな国やいろんな場所へ飛んでいけるっていう、そういう世界を作りに行きたいなと思って、その病院を、回りたいなと思っていたんですが、今コロナ禍で病院にお伺いすることが難しくなっていて、まあ、コロナが明けましたらですね、私はこの映像を担いでですね、皆さん空飛ぶベッドと題して心を自由にいろんな世界に飛んでいってもらえたらいいなと思って、今その活動を準備して、進めているところなんです。はい、これが皆さんね、こう出てきましたら皆様の生き様を、話していただきたい。例えばこれ、僕は今日出演したしましたエントリーナンバー1番の、どうしようかな、シロンボ君です。僕はですね、このコロナ禍になってから幸せなことがありました。なぜなら僕は、笑顔がすごく苦手で笑うことがとても苦手だったんですが、逆にマスクをすることによってマスクの下では恐れずに笑顔になれるということを学んで、それでコロナのおかげで僕は笑顔作りが得意になりました。僕はですね、コロナのせいでっていうふうにいろいろコロナのせいにされることもあるんですが、コロナのおかげでって考えることもたくさんありまして、そういうコロナのおかげでを見つけることを、毎日頑張って生きています。
どうぞよろしくお願いしますとかね、例えば今そんな風に思ったことを喋ったんですけれども、こういうメッセージをお客様にかけてもかけなくてもいいです。いろんなやり方があります。本当に表現っていうのは様々ありますので、その自分の思いを例えば、本人が喋らなくても他の人に喋らせるっていうこともありですし、例えば自分の作った文章をですね、こういう人に読んでもらいたい、例えばゲストで、若杉きみかさんっていう素敵なモデルさんとか、あと原田大二郎さんっていう本当に大活躍された俳優さん、そういう方にですね、語ってもらうっていうこともありですし、私も実際にその出演者の方とお芝居をしたりとかですね、ヘルプで一緒にステージに上がったりとかすることもしますので、いろんなことが可能になるので、皆さんのとにかくやりたいことや夢や目標を教えていただきたいと思います。あんまりイメージできなかったかもしれないですけど、ここまでが5分です。これだけ時間がありますので、皆さんそのステージを自由に使ってですね、楽しい思い出の感動の日を、作り上げていただきたいと思います。で、ここからは、今出演が決まっている本当に魅力的な素敵な方々のお写真を並べてみました。じゃあちょっと私たち消えながら、お話ししたいと思います。で、病院で入院されている方もですね、映像参加できる、そして本当に遠くいて来れないっていう方でもいろんな形で参加できます。皆さんファッションもう本当にファッションを楽しんでいただきたいんですけれども、外見を着飾るのもとても素敵ですし、でそして中身、皆様の生き様を見せていただく、この生き様を見せる、それがファッション。今回の生きるファッションショー、生きる、息をする、そして洋服を着る、はい、これを並べた本当に誰でも参加できるこのイベント、これをですね、杉並区で開催するんですけれども、杉並区にお話をしましたら、お力になってくれるということで、今申請中なんですけれども、協力していただく形に、進んでおります。で、本当にこういった機会でしかできない何があるか、皆さんで一緒に助け合っていくような、そういうイベントにしたいなと思っております。例えばなんていうか、大勢でできることってたくさんありますよね。例えばこう登場してきた、この登場してきた、私がですね、皆さん元気ですかって言ったら、客席の人にイエーイとかね言ってもらうだけで、この私元気になるんです。それ大勢でなきゃできなかったりとかですね、この人が叶えたい夢、をね、皆さんでもうバーチャル体験なんです。これはこうバーチャルで、みんなで応援しながら夢を叶えていきましょうっていう会、これをね、たくさんの方と一緒にやりたいなと思っております。本当にこのご時世大変です。参加するだけでも大変だと思うんですけれども、主催する方はもっと大変なんです。私も覚悟を決めてですね、本当にもうみんなのためにって思ってたらね、もう疲れてしまい、なかなかそんなね、みんなのためになんていうことは簡単には言えないですし、押し付けてもいけませんし、だけど、まあ、自分が本当に面白いと思うこと、もうこれもし自分だったらやりたいなって思うことしか皆様に提示していません。ぜひ騙されたと思って巻き込んでみたら、もう絶対もう特別な、もうお金には換えられない、そういう日を迎えられると思うので、確信しているので、ぜひ参加していただきたいなって思っています。なんか面白いですね、そのバーチャルとリアルが重なるってすごいですね。あ、なるほど、そうですね。今オンラインの時代に、うん、まあ一時的になってるじゃないですか。まあ、今後もそういうのは継続するかもしれないですし、うん、その前はずっとリアルだけだったじゃないですか、うん、まあ、このコロナが、まあ、明けるかどうか分かんないですけど、うん、まあ、少し落ち着いて
来た時に、うん、まあバーチャルを使いながらリアルも味わえる。そしてそこがその他人事と自分事ってあると思うんですけど、うん、ね、今までテレビの自分他人事、舞台の他人事が自分事にできるっていうね、うん、これは意識が全く変わってくると思うので、まあその体験ができるというところは非常にチャンスだと思うし、今行政の方も巻き込んでっていうことなんで、まあ、これが認められればですね、まあ、行政も認めたそのリアル&バーチャルの自分の物語を作れるというショーになると思いますんで、ぜひとも参加してもらえればと思います。はい、本当に皆さんの参加お待ちしています。そして私はこの、いつかやろうが5日にやるっていうことで、8月5日6日を機にですね、皆さんこの日があったから自分が変われたとか、この日のおかげで新しい自分に出会えたみたいな、そんな日になれたらいいなと思って、一人の方を大切にステージに、輝くでもらう時間を作っていきたいなと思っています。変な日本語になってしまいましたがどうぞ。まるで これが喋ってるようなそうです、私じゃないんです彼の責任なんですということで、はいはい、ぜひお待ちしてます。よろしくお願いします。あの説明会とか、あと、今のこの時代なんで、はい、レッスンも今オンラインでも開始するような形、はい、今度14日あさってですかね、はいはいはい、開催しますので、はい、どうぞご覧になってください。ご覧になってくださいじゃないか。これははい、あれなんですかね、オンラインは見れる、オンラインで申し込みされた方に、UR を送らせていただいています。そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で